どうも、エルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、今回はマスターキー手に入れたので、早速侵入していきたいなと思います。この辺り何に使うんだろうね。さあ、ルイージが持っていたオエドランドの鍵、園内すべての扉が開くぞ。さあ、マスターキーで開けると、開けましたわ。さすがマスターのキー、マスターキーブレードマスターみたいになってるけどね。さあ、それじゃあキノピオさんを助けて紙テープも取っちゃいましょう。そう簡単にいくっすかね。大丈夫かな。いやー、ボム兵ねー。おお、めっちゃいる。ほらほら、これってやっぱり。ですよね。やばいっすって。あー、すっごい数だったねー。反乱たくさんいすぎですわ。あいつら俺たちを見たら見境なく襲ってくるっす。何かあいつらの目をごまかせるか。あー、なるほど。そうだね、まずは、凛々しく行きますか。なるほど、それを被るんですね。こんな作戦で大丈夫かしら。まあまあ、答えは分かってんの、答えは分かってんだけどさ、見てみたいよね。いけるかな。やっぱりダメっす。やっぱダメか。となると、ドンキーもちょっと見ときたいね。さあ、まあかつては敵だったんだけど、さあどうでしょう。いけるかな。いけません。なんだ、展開一緒か。まあ仕方ないね。まあそしたら、まあクリボーを使いますか。さあ、クリボー、まあこれが一番だろうね。なるほど、それを被るんですね。こんな作戦で大丈夫かしら。まあ3回目だからね。さあ、いけるかな。うんうんって感じになってたね。あ、ちゃんと目が動く動く。ドキドキ。まあ当たらないようにね。バレるなよーって。でかくね、これ。こんなでかかったんだ、兵法。ちなみに、ジャンプはできると。かわいいな。おー、映画館みたいになってる。いやー、ハラハラしたけど、バレずに済んでよかったっす。あれ、オリビアさん、なんでそっち向いてるんですか？だってそれ見たらまたバカウケしちゃうから。マリオさん、それ早くしまってー。さてと、なんとか城には忍び込めたっすけど、キノピオのみんなどこに囚われてるんですかね。紙テープも屋根の上みたいだけど、どっかに階段とかエレベーターとかないのかしら。あそこに看板っぽいのはあるけどね。さあ、まずはレジ。あら、今回レジは何もないね。本日のスペシャルショー、空席残りわずか、開演時刻もうすぐ。これも叩いてもダメ。お江戸大劇場は4階層の各フロアで様々なショーが楽しめる画期的なタワー式立体劇場です。劇場なんだ、やっぱ。じゃ、セーブしといて、行きますか。
お江戸大劇場にご来場の皆様、まもなく本日限りの特別公演スペシャルショーが始まりますよん。よん。とっとと席にお着きください。よーん。よーんって。よーんが気になるな。はい、キノピオさんを助けたり、紙テープ探したりと、この忙しい時に、スペシャルショーだなんて、なんて面白そうなの、本当に困りますわ。タイミング良すぎるよね。あれ、キノピオだらけじゃん。あれ、キノピオの皆さん普通にいるっすよ。本当だ、みんな無事みたいです。これなら私たちもゆっくりショーが楽しめますわね。それでは最前列の特等席にお座りくださいよーん。よーん。あれ、怪しいね。席がね、からって扱いひどくすぎない？あら、ダメか。話すことしかできないね。てか全員縛られてるからね。どういうこと？前空いてますよ。いや、空いてはいるんだけど、みんな縛られてるからさ。大丈夫かな？わーいわいわい、スペシャルショーだー。ワク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 、そわ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 。オリビアさん落ち着いて、みんな静かにしてるっすよ。そういえば、いつも賑やかなキノピオさんが随分おとなしいですわね。それ絶対、だよね。みんな椅子に縛られてるの？ひどーい。ロープ、いや違うっすね。何か輪っかみたいな。ゴムだね。輪ゴムか。ショーの上映につきまして、お客様にお願いだよーん。飲食物の持ち込み、フラッシュ仕様による撮影およびステージ上にてメニュー画面を開くなどの行為はショーの邪魔になるので禁止だよん。メニュー画面を開く。それではスペシャルメニューを、スペシャルショーをごゆっくりお楽しみくださいよーん。乾いた風が吹きすさぶ荒野のとある町。この静かな町の人々は脅威に怯えて暮らしていた。あの恐ろしいならず者は今日も来るのかしら。町に来ては暴れ放題、困ったもんだよ。おーい、ならず者が来たぞー。おい、金目のものをよこせ。よこさないと痛い目に遭うぞ。怖いわ、ならず者、怖いわ。どこかにあいつを倒してくれる用心棒はいないかしら。ん？ん？あれ？俺？はい、セーブ中。一応メニュー開けるんだね。マリオさん、空気読んでステージ上がってください。でもね、君思いっきり頭縛られてるんだよね、輪ゴムで。さあ、ワックワック、いってらっしゃい。行ってきます。なんだお前は、邪魔しようってか。なんか持ってる。お、やる気か。よし、望むところだ。それなら俺と早打ちで勝負しろ。ファイヤーの合図で A を押す。ほう、早すぎても遅すぎてもダメだ。ファイヤーが出たらすぐに A だ。どこに？そこ？用心者、目にも止まらぬ早打ち。ならず者は無様に倒れた。この銃欲しい。こうして用心棒の活躍により町に平和は訪れたのであった。では折り紙が取れますね。
が安心するのは早いんだぜ。あら、この人も悪そう。確かに悪そうだね。なんだろう、銀玉出てきそうだよね。生意気なヒゲだ。俺とも早打ちで勝負しな。仕方ないなぁ。いろんなところ出るね。用心棒の早打ちが炸裂。このならず者は倒れた。二度の用心棒の活躍により、今度こそ平和が訪れたのであった。ステージ中央に戻って。あれ？ふふふふ。そうか、あんたが噂の用心棒かい？また来たうおー、強そうっす。子分たちは世話になった。だが俺は一味違うぜ。そうか、違うのか。てらてってらてってらてーん。てらららてーん。さあ、どこだ？どこに出てくる？開きすぎ。いや、変化球多すぎやろ、一気に。素晴らしい、早打ち。このならず者を倒したぞ。こうして、用心棒の活躍により、真の平和が訪れたのであった。用心棒、ありがとう。マリオさん、ありがとう。ヤッホーって。マリオさん、お疲れ様でした。それでは席にお戻りください。はーい。紙集めてね。いいなぁ。あの銃欲しいなぁ。だいたいさ、やっぱ倒すだろうなぁと思ってたけど、やっぱ倒してきたね。ここも特になし。じゃあ戻りますか、おとなしくね。ぴょんとね。兄貴、すげえかっこよかったっす。俺も早打ちしたいな。手がねえだろ。マリオさん、用心棒って何？なんだこれ、こんなの私のシナリオと全然違うんだよん。とっとと次のステージ来るよん。今度はちゃんと楽しませてくれよん。くれよん。それでは2回ステージに移動します。ということは今回は4か。うひょーんやね。今のでなんか分かった気がする。さあ第2ステージ、ある意味すごい仕組みだね。面白い。このまま登っていけば青テープにたどり着けちゃうかも。そうだね。あ、キャシーじゃん。綺麗な人。なんかね、こんな絵があったよね。ヒューヒュー。なあ、俺と付き合ってくれよ。だね。そうか、パロディーやね、このあたりはね。何言ってやがる、付き合うの俺の方だぜ。ふん、私は強い男にしか興味ないわ、ないわけか。ないわけ。だから、一番強い男と付き合ってあげるわよ。あ、そうそう。とっても強そうな男がもう一人いるの。まさか？あの、ジャンプの腰つき、ダンディーなおひげ。あの、マリオちゃんに勝てたら一番強い男って認めてあげる。またか。またか。ワクワク。また行ってらっしゃいなんだろうな。ほらね。はい、ジャンプ。仕方ないな。いやー、マリオちゃん来てくれて嬉しいわ。おうおう、兄ちゃん、お前がその強い男ってやつか。本当に強いか見せてもらおうぜ。野郎ども相手してやんな。あー、私のために男たちが争ってる。
続々するみんな頑張ってこんな感じだったんだねキャラ的にはね。ほいほい、あいたーん。どういうことどういうこと、はいはい、あ、そういうことね。ほい、ドーンとドーン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 、うん、変化球いや今のはなかなかよ、あいつらやるな。おう、あら意外と踏むの大変だね。なんかね、オッケー、なかなかやるじゃねえか。お遊びそろそろ終わりだ。俺たちの中で誰が一番強いかはっきり決着をつけようぜ。ん？サングラス。おーおーおーおおおお、いてー、あの野郎。いてー、その動きはありかい。よし、疲れてんじゃないよ。あー踏まないとダメ、あの野郎。トンってね、まあさすがやったね。キャー、あー重い受け止めることはできなかったね。やっぱりマリオちゃんが一番強かったのね。じゃあお望み通り付き合ってあげる。ギャー失神してるあ、どうしたの。分かった、付き合えたのが嬉しすぎて気絶しちゃったのね。うふ、かわいいだからそれじゃあバイバイ、いつでも連絡して。マリオさん大丈夫ですか。まあ本当大丈夫かって感じだけどね。いやーひどい目にあったねー、まったく。ほい、じゃあ次。マリオさん、あんな綺麗な人と私ちょっと恥ずかしい。俺的にはバトルシーンが激アツあったんです。男の戦いって感じ。およよん、マリオが一番強い。そんな茶番見たくもないよん。次のステージで私を満足させるんだよん。そうだよん。さあ第3ステージ来たね。さて次はロイヤル兵法団による優雅なステージをお楽しみください。ロイヤル兵法団もう何も言わずとも分かってるだろうみたいな感じはやめろって仕方ないな。おー回ってる回ってる。おー今日はいつもより多く回っております。すごい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 。あ、え、待て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 、なに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 、おお、あ、いき畑ってことか。ほい、この音楽いいね。
いやーいいね。さあさあ次はとりあえず倒すだけ倒してしまえばそれなりにね回復アイテムもらえるっぽいね。いてぃマジか。いてぃ意外と。うい当たれで、そっちかだいぶ動き読まれてる気がするな。おお早い早い早い。おお連鎖反応はいいね。ん？マリオさんお疲れ様でした。それでは席にお戻りください。なんだかな。ぴょん。私も踊りたい。マリオさん今度教えてくださいね。あれは叩くって言うんだよ初めは退屈だったっすけど後半はまあまあかな。言うねえ。よよよん、ここまで来るなんて思ってなかったよん。よーし、さあ上がってくるよん。最上階だよーん。さあ、4階。さて、本日のスペシャル公演、ついにフィナーレです。おー、すっげー宝塚感。あ、テープ。あります、青の紙テープ。ここで本日の出演者の登場です。おー、やっつけたはずなのに。やっぱ宝塚だね。もう乗ってたね。ある意味仲がいいよね。さあそれでは本日の主役マリオさんステージへどうぞ。マリオさん青テープに近づくチャンスかも。そうだね。じゃせっかくなんで回復しておいて、でセーブもしといて、で行きますか。ちょっと待った、君はキノコ売りです。ステージでずっと隠れてたんだね。あ、いります。キノコ100両、キノコ大盛り100両、大盛りもらおう。大盛り。さあ今日のメインだね。違う、主役はマリオじゃないんだよ、この私だよ誰だ誰。ゴムゴムエンターテイナー、輪ゴム。あ、そっちか。伸びるんだよーんって。そういうことね。ビヨーンね。いやー、なかなかの美声で。ちょっとあんたが主役ですって。確かにちょっとかっこいい登場でしたけど、登場だけね。主役はどう考えてもステージで大活躍したマリオさんですわよ。はっ、ちょっとステージでマリオさんをあんな危ない目に遭わせたのはもしかして全部あなたが仕組んだことなの。はっ、ちょっとあなたその体のゴムゴムした紐、もしかしてキノピオさんを縛りつけたのあんたの仕業なのね。まあ、そうだよね。はあ、そんな長ゼリフかますによく言えたね。あんた、いい役者になれるかもよ。でも、今更気づいても遅すぎだよ。これから私が直々に相手してやるよ。ほん、
してあるよ。ほーん。まあ、そっか、輪ゴムで伸びるときビヨーンって言うからヨーンね。はあ。いやずっとね、あの僕はクレヨンかなと思ってたんだよ。輪ゴムは当たり前すぎるねと思ってね。さーて、私のゴムはこんなことができるよーん。どんなこと？パッチントラップ。ってことは、引っかかるのか。めっちゃ弾くやん。パネルを弾いちゃったの？ずるいですわ。あー、ゴムが地面に散らかりっぱなし。すごい気になりますわ。まあ、当たらない方がいいよね。とりあえず、こうでしょ。まず、行って、オンにしといて、で、うん、これかな。まずヒント、床に残ったゴムは思い切って踏んだ方がいいの。マジか。避けるんじゃないんだね。さあ、そうだね、ゴムでしょ。ハンマー効くのかな。ジャンプも試してみよう。ドン、25、いいダメージ。あー、失敗した。18、意外とダメージ高かったね。私のボヨヨンなボディにそんな攻撃効かないよ。いや、だいぶ高ダメージやったけどね。あー、回復するのね。だからガードが低いのか。バラバラになったゴムが戻っちゃいました。どうしたらいいの？ゴム鉄砲撃っちゃうよん。よし、次は踏んでみようか。ゴムで縛られて動けない。おお、敵のアクション。A でジャンプね。おお、面白いね。ゴム鉄砲されたら体が縛られちゃう。あれ、ガードできないのかしら。ガードしようかね、次はね。さあ、次は思い切って踏んでみようかな。とりあえず、下行くっぽいからな。矢印がないのが非常に気になるが、まあやってみますか。さあ、ゴムを踏むと多分その方向に進みそうなんだよね、やっぱり。でも一周して終わり。なるほどね。ダメだった、ガードできなかったね。さあ、こっからだね。敵のアクション、あら、ジャンプできない。痛いな、あのゴム痛いだろうな。あそこで下行く。紙の手使ってみますか。よし、下行って横行って、さらに、紙の手は近くの敵の近くで使うほど一応にたくさんのゴムが使える。マジかー。掴んだゴム引っ張ったら手を離してゴムを弾こう。
やっぱ近い方が良かったね。さあ、神乗って。さあ、引っ張る。んで、ドーンと。で、近い方がってことね。一定ゴミを引っ張って離さんってひどいのやってるじゃん。さあ、神の手ガンガン使った方が良さげだね。ね、ライフの上限が減ると。あー、よくできてるね。あら、ボヨヨンなボディが元より少し痩せたかな。痩せたというより。いてー！結構ね、あの上に上がるのが厄介だね。そうだね、とりあえず回復しといてにしとくか。もうそれぐらいしかやることないのよね。横にずっと回るからね。そしたらちょっと考えすぎたな。で、下がって、こうでしょ？で、行ってみよっか。さあ、回復。んで、オンにして、これでまた上に上がるっていう感じだね。ボンって戻って、で、神の手使うと。まあ、近い方がいいんだろうけどな。まあ、少しでも減らしておこう。おい。ドーン。1。そんな？そんなに低いの？まあ、減ったうちに入らないよね。そんなんじゃ。あら、ガードダメっぽいね。よし、オッケー。さあ、どれ弾く？マジで矢印厄介だな。降りる。で、取ります。で、回復取って、うん、どうかな。多分神の手は発動できないんだけど、さらに下行って、まあ、やっぱそんな感じだよね。まあ、減らしたところでなんだよね。回復しちゃうからね。あ、やっぱし回復したね。60。さあ、神の手だね。もう神の手でひたすら頑張るしか。あ、ガードできても減らせるっていうぐらいか。ジャンプできない。マジか、ジャンプできなかったか。
回復回復の。やっぱオンだよね。オンにす。あ、しっくったねー。っていう時は回復だけしときましょう。まあ今回は本当神の手をいかに使うかって感じだね。さあ難しく考えずに、これをむしろ当てずにそのまま、いや、こうだね。で、取らせて取らせこうかな。まあこれでいってみますか。さあ回復。さあ近くで神の手を使うからね、今度はね。で、トントン回復、トンで OK。さあ、神の手。これで、だいぶ、良くなるんじゃないかな。ドン。いいね。あと1回くらいだね。いや、だいぶスリムになったね。A でカード。いてぇ !30 はでかいわ。オンにして神の手だね。これでどうだろう。輪ゴムが一回下がるだけだった気がするんだけどな。その方向にずっと進むわけではないと思うだよね。あいたー嘘でしょ、それこけるの。そうか、トラップか。あれよし、成功。パッチントラップ。もう、これで OK かな。下下横ぐるーって回って、いや、あー距離感がちょっと微妙だったね。もう他のしとけばよかったな。まあいいや、多分これでとどめといきたい。おーい、ドーン。いや、いけないか。あ、いけたね。リストバンドみたいなの出てきたな。いやー、ぐにゃりぐにゃぐにゃで気持ち悪い。見たらもう許さないんだよ。強烈なパッチンをお見舞いしてやるよ。ほほん、デカゴムパッチン、いて。最後どうするんだろう。不安しか残りませんが、これで
そもそも回復がないでしょ。そうなんだよね、普通の攻撃になってしまうんだよね。まあやってみるか。やられたらやられた。もう取るしかないからね。さあ神の手、ほう、はあ、やられた。あ、ラッキー。ああ、神の手ではダメ。はい、27。さて。これでやってみようか。とりあえず一回様子見て、輪ゴムの動きを止めてよ、動きをよく見つめて、うまくつかめないときはしばらく様子見るのも手だ。あ、やっぱタイミング見て取るんだね。なるほど。まあゼロだね。さあどんな攻撃も手に、だから左とか左右避けた瞬間につかむってことだよね。よし、じゃあ次やっちゃいますか。頑張ろう。さあ様子見て。つかめてないね。よっしゃー、今度やろ。ゴムのくせに、ゴムのくせに。お、ちょっと待って、つかん、なんで、どうした、どうしたどうした、なんで手が動かないで。ちょっと待って、何の動作の時に引っかかるの。今一生懸命コントローラー動かしてるんだけど全然。ZL、 ZL 押す、よし、どや。あ、潰れた。待て待て、最後まさかの操作が効かないというね。おやおや、こんなはずでは。うん、悔しい、こんな悲劇で幕を閉じるなんて。おう神よ、それともあなたはペラペラに味方をするのか。この私こそがマリオを倒し華麗にフィナーレを飾りたかった。にょん、マリオさん、助けていただきありがとうございます。いやー、無事助かったね。拍手喝采やね。やりました、マリオさん。あとは紙テープですわ。そうだね、ちょっとフィナーレを迎えますか。さあ、ではフィナーレを。
どん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 。さあ、コングラチュレーションということで、青紙テープクリアです。さあ、紙袋入りが。さあ、容量がマックスになりましたね。さらに増えたね。やった、青の紙テープもクリア。では、マリオさん、1階までおりますので、席にお戻りください。セーブ中。これは特に塞がらないんだね。さあ、結構大変だったな。お疲れっす、お二人とも。すげえ良かったっすよ。俺なんかただ楽しんでただけで、なんかすいません。ほんとね。それでは客席の皆様、心の準備をお願いします。お？準備？ジェットコースターか。本当はアトラクションだね。青テープも取れたし、引きのピオさんたちも助かった。これにて一件落着ですわ。大活躍でしたね、兄貴。それじゃあ、オエドランドに戻りますか。いやー、ボスもやっぱなかなかだね。お、ピンポンパンポン。バトルお助け機能、パズル正解表示マッセインが完成しました。キノピオタウンのバトル研究所までお越しください。へー、そんなのがあるんだ。はい、ということで、今回ここまでにしましょう。ちょうどボスも倒したんでね。いやー、そうだね。途中途中、やることあったけど、まさか紙の手を避けるっていうのが出てくると思わなかったね。まあ、それはそれで面白かったから良かったんだけどね。ということで、今回はここまでとなります。いやー、また次回も続きやっていきたいと思いますんで、ぜひ遊びに来てください。では、チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。